アトモン第7世代トークライブアトミックスセッション。あ、暑い暑いね。暑い暑いですね。さあ始まりました、アトモン第7世代トークライブアトミックセブン、田中文也です。よろしくお願いします。そして三浦克幸です。よろしくお願いします。お願いします。高橋誠です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうも岩崎亮太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はアトミックモンキー所属ほぼ同期のアトモン第7世代4人による酒飲みトークライブ配信番組となっております。はい、今回なんと半年ぶりの有観客ライブでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、2020年5月19日にスタートして、はい、今日でだいたい丸2周年の記念日でございます。だいたいちょうど丸2周年です。ありがたいよね。はい、ということでまずはスタッフさん、この辺りのスタンバイをよろしくお願いします。すみません、はい、ごめんなさい、ここです。はい、ではまずそのお酒は来ましたけれども、はい、ハッシュタグエトミキセブンの方を紹介していきたいと思います。ね、 ね、はい、まずはこちらから、ま、ドドン。はい、高槻さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかです、あ、2周年おめでとうということでね、ありがとうございます。あれ、女の子がいますね。おーおーおーおい、あれ、なんか可愛い子がいる。おるかな、いるのゴーリさんがいる。ゴーリさんが、ゴーリさんが、りょうこちゃん、ゴーリさんでも可愛い。あ、でも結構可愛いね。うん、ゴーリさんいいね。いい、ゴーリさんもいいけどな、サンタ服の方もなかなかね。そう、いいですね。これやっぱね、サンタといえばの、ね、あれ切れ散らかした人じゃないの。切れ散らかした、打ち切れサンタ。本当に頭おかしい企画だったよね。生着替えありましたね。カチャ良かったね、カチャ。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげです。続いてはこちらです。はい、朝ヌードさんからいただきました。ありがとうございます。あれ、かわいい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 。ナス、ナス。あれ、アトミックセブンじゃない方もいるよ、これもしかして。え、あれ、あれ、ちょっと今気づいた、ケンさんじゃないこれ。アトミックセブンじゃない、バーさんがいる。バーさんが、あー、アトミックセブン、あー、バーさん、あー、アトミックセブン、かわいたね。いたよ。何言ってかから、マジで。アトミックセブンの一員だったんですね。一員でした、俺の。あ、アマゾンの買い物の、そうですね、トークのやつかな、もしかしてリートークね。いや、すごい可愛らしい、可愛らしい。ありがとうございます。まだ届いておりますよ。はいはいはい、にっこり蛍光対策。ありがとうございます。ありがとうございます。セカンドアニバーサリーでね、え、かわいい。ありがとうございます。おしゃれ、いいじゃない、いいですね。うん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 、ね、ちゃんとユーリン、そう、ユーリンさんも忘れずに、そうですね、書いてくれてる。ね、ユーリンさん、ユーリンさんどこ行ったの、どこ行ったの。まあまあまあ、まだね、多分ここの会場の屋上、屋上っていうか屋上、屋根裏ですか。屋根裏にいると思います。室内にいない、ここにいないだけで。俺いるじゃん、いるじゃん。はい、あ、違う、あ、ごめんなさい、あれか、私物、あ、私物、あ、私物や、私物、違う、私物ユーリン、他のお家のユーリンさん、他のお家のユーリンさん。今ね、俺は、あの、ユーリンさんにすごく似た、そうですね、鳥をお持ちの方が会場にいらっしゃって、怖い、びっくりした、本当に。ね、今、僕もびっくりした、お前、いたのか、みたいな。ありがとうございます。ユーリンさん、皆さんの心の中にいますからね。すごい可愛い。そんなことになったの、今。なってます。そういうことですか。あいつも概念ですからね、はい、ありがとうございます。はい、まだ届いております、はい、こちらです。はい、踊ろうマーボーさんからいただきました。ありがとうございます。あ、そう、あ、工事警察、警察だ、はいはいはい、あ、そうですね、マジでね、至る所にまだね、ちょっとね、混在しますからね。そうなんです、これはね、しょうがないですよね。アトミックセブンの A ね、大文字、そう、アトミックセブンは小文字で検索したので、はい、そう、ここから大文字を見つけたら小文字警察がね、こう動く、うん、そうです。もう現行犯逮捕です。現逮ですね。すげえじゃん。はい、現行犯すごい。大文字使ったねってなるので。そうです。でも警察は岩崎さんなんですね。僕がやりますもん。そうだね。やってくれるんですね。やってくれる。そうです。じゃあもう執行も私がやるんです。あ、すごい。すごい。はい。すべてやると。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ届いてあります。はい。はい。しずくさんからいただきました。あ、ありがとうございます。これ。おい。これは前回。すごい。この前の。こんな感じやったの？これそう、自分じゃ分かんないですもんね。そう、分かんない。これ倉敷？やばいよ。倉敷の夜の、倉敷の夜の部の夜か。目隠しして何食べたか当てるってやつで。これセリフもちょっと。あんちゃんって何？あそこモノマネしたんだっけ？ああ。そうそうそう。モノマネした。なんか、いや、これすごい。稲中みたいな人俺。でもなんかそれぞれに合ったマスクでしたよ、ね、いやなんかねしっくりくるし、イナチュウやん。なんでこんなしっくりくるんだろう、ね、確かに確かに面白い、面白い、はい、面白かったね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。はい、
横島静さんプレイ。おい、かっこいい。ございます。かっこいい。ベストショットだ。これはその次の日の大阪でですね、あの日曜日は遅れ子でお願いしますに出演してもらった時に出した渾身のベストショット。いやなんか俺ら空気読めてないみたいな感じで。いやでもちゃんと、ね、いやよかしの鳥を飾ってくれましたから。勝ちはそういうとこあるからね。すいません、あのガチのダメ出しやめてもらっていいですか。すいません。いやこれかっこいい。ありがとうございます。かっこいい。かっこいいです。ありがとうございます。まだ届いております。はいはい。じゅんかさんからいただきました。ありがとうございます。すごいキラキラの名してる。プリクラのやつかな。プリクラのやつ。プリクラじゃない、少女漫画の名じゃないこれ、ね、リボンとかの名やで。これプリクラどっちでしたっけ。岡山。プリクラは岡山岡山でなんかその特典というかプレゼントにそうそうそうプリクラをね、あ、差し入れありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんでした。はい、これもだってプリクラなんて我々何年ぶりにですか。そう、僕は生まれて初めて。生まれて初めて。そうだからね、本番前にちょっとプリクラ撮ってくださいって言われて、4人こう押し込められて、みんな誰もやり方わかんなくて、最近の知らねえみたいな。結構タイトやったよね。いやすごい時間、時間短みたいな。あれちょっと、これ撮ったらもう行きますみたいな。あと落書きもお願いしますみたいな。そう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 、操作方法わからへんのに、うん、できないっていう。とりあえずみたいな、いけっつって、ポーズもなんかその画面の下に指示出るんで全部やってくださいって言われて、はい、うん、プープーって言って、なんかハートハートって、はい、なんかね、あれ皆さんおじさん4人が異様な光景だったよね。あれもみんな見たんかな、もうプリクラのやつ受け取りました。見ました。まだ見てない。まだ送られてないかな。これからか。まだ、まだか。一応ツイッターに上がってんだよね。また違うやつがね。そうね。そうそう。あれと別バージョンがまたいろいろあるんで、はい、ぜひ楽しみに来てください。はい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ届いております。こちらです。はい、藤井さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ます。魚をきれいに食べる。お。前回の自己紹介のメール、皆さんの自己紹介をこうお聞きするというメールテーマの時に、面白かったね、あれ。そう、魚の話したよね、うんうんうん、した、そう、魚きれいに食べれるよみたいな話した気がする、ね、こういう感じで撮ってるんですか。無表情で、無表情あれ、いや、無表情かも。無表情になりますよ、ね、カニ食べるぐらい無表情静かになる、静かになるやつね。静かにやつも、いや、すごい、ありがとうございま す,、ありがとうございます。まだまだ届いておる、うん、こちらです。みゆさんからいただきました。ありがとうございます。わー、またなんかかっこいい。ソラソースウィートから1周年あー、懐かしい。やったソラソースウィート。あれは天才的なワードでした ね, あれは。そう、懐かしいな。あれは何の企画でしたっけね。歌詞を見ずに歌えるかみたいな。あ、そう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 、感じの。その時だ、カラオケ、カラオケの企画やった時に、うん、全然わからなかった。なんでソラソースイートになったんでしたっけ。なんかいつもの小ボケじゃない、ね、俺のやつだね。ボソって言ったソラソースイート、なんで言ったんかね。でもすごい、これその言葉だけめちゃめちゃ残ってますよ。パンチラインとしてすごい強烈に残ってる。めちゃくちゃ面白かった。ありがとうございます。ありがとうございます。1周年でございます。ありがとうございます。まだ届いております。はい、こちらみゆさんからいただきました。ありがとうございます。これはね、これはクラシックの怖いよ、なんか。いや、あれね、ほんと怖かったんですよ。隣でこう迫りくる感じ、なんか音が聞こえるんですよ。いや、僕あんまり喋っちゃいけないと思って、うん、耳元で口に入れて噛んでください。そう、噛んでください。そう、それをかっちゃんにやってるのが聞こえて、なんか言われてる、来るぞ来るぞって怯えてましたよね。怖かった、本当に怖かった。視界が遮られてて怖い。怖かった、本当に。いや、でもこんな感じでしたよ、本当に。なんかまさに僕の目もこうだったし、高橋さんの目もこうでした。怖い。やばい目すんな。間違いない。フーミンの顔めっちゃ怖い。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。トキさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。出張版のね。ね。バスの中しましたよ、ね、バス移動でね、休憩でした、はしゃいだ2人、うん、2人がもうほんとこんな感じでしたよね。なんか犬の散歩っつって、そう貯水池いやでもそうなんだよね。いやマジでね、本当にそうだった。目につく単語言ってただけだから、ね、でも絵になってたよね、犬の散歩してるね。とてもよかった。あ、そう、岩崎さんもね、人質のヘアアイロンって書いてある。そうそう、で、あれはね、うん、どうなったんですか、ヘアアイロン。あれどうなったの。あれどうなった。ヘアアイロン回収しましたよ。回収しました。よかったね。あそこに置いてあるんですけど、ちょっとね、今取ってきましょうか。まあ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 、はい、助けられた。じゃあ良かったですね、回収もできて。なんとかね、回収して、うん、回収したいけどさ、うん、その回収しに行った先のさ、うん、この JAL の、うん、あの女の人が持ってきてくれたけどさ、うん、その人にさ、キプマイの岩崎さんですよねって言われて、すごい。マジでバレた。バレた。アイロン取られた岩崎さん。そう。
わーっと思って、うん、すみません、ご迷惑おかけしましたまあ、大人ですね、大人、大人の本当にご迷惑おかけしました偉い偉い偉いです、ありがとうございます。まだ届いております。はい、ナッピさんからいただきました、ありがとうございます。やっぱりこれが印象に残ったんだね。確かに印象的なんすね、みんな。こんなポーズしとったっけ出たっけ俺ピースしてたか視界奪われてるから記憶がないんだよね。後で見返さないと、ね、自分が何をしていたか思いますねこんなになんか決めてるのにね、うん、そうメイカれてんぞっつって、うん、いや これはやっぱでも印象的ですよ、すごくなぜか似合ってたからな。そうそう、似合ってたから似合ってたか、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ届いております。はい、ノーミングスリーさんからいただきました、ありがとうございます。はい、あ、これは朗読ですね、その夜の部の、はいはい、桃太郎のめちゃくちゃなやつですね。天才子役が現れて、はい、うん、でそれにこう引っ張られる天才子役、楽しかったな。あれ楽しかったね、あれ楽しかった、楽しかったですよ。あのリハーサルやってる時ちょっと恥ずかしかったね。恥ずかしかったね。あのもうお客さんがいる前でちょっといるのにみたいな、会場の都合的にね、そうしょうがないんだけどね、待ってるお客さんの目の前でリハーサルをするという、そう特殊な環境でしたけど、ちゃんとした本意気でやつよ ね本気のやつ、これからもう一回聞くんや、この人もう一回聞くんやちゃんとネタバレしたっていう、はい、いやありがとうございます、ありがとうございます。まだ届いております。はいはい、マナさんからいただきました、ありがとうございます。あ、爽やか、あ、優しいタッチ、これはクラシカル昼の部かな、お昼やね、お昼ですよね、はい、あの暑い中ね、本当お客さん皆さん来てくださった方いらっしゃるかな、ありがとうございました、本当にありがとうございます。まあ本当にね、あのなんていうんですか、みんなから見えるところでやって、ああいう経験もなかなかですよね、ないね、あんな青空の下、いつもだってここだったからね、そういつもはね、この日の当たらないところで日光なんか全く入らんところでやってる、そうバチバチ日光のところでやってました。子供たち可愛かったね、可愛かったね、水で遊んでる子供たち、横にこう噴水みたいな、そう噴水みたいなところの子供たち、男たち言われた、男たち言われたね、そう男たち、男たち言われて男たちだよって子供がねいましたけれども、まあいい思い出ですね、いい思い出ですね、ありがとうございます、ありがとうございます。まだ届いておりますか、まだよ、はい、すごい、ワキさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、これも朗読劇のやつ ね、ちゃんと猿と生地が負けられない戦さ、しかも待って、やーってこれあ、これお前あれか、お前やーのやつでしょ、多分聞けた聞けた、今日も聞けたね、いやいや、今日ノルマ達成した。え、なんかお前ノルマ達成した。ちゃんとパクってるよね。パクってるってね。筋肉さんのリスペクトしてるわけですね。いや、なんか混じりっけなしの。お前のものばりにパクってるよ。よく言ってますね。もう本当に権利が発生する。そろそろ多分、ね、筋肉さんも黙ってない。ちょっと出てしまってるから、ちょっと後でね、正式にちょっとね、謝罪して。はい、ということで、たくさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組内でイラストを紹介していいよという方は、はい、ハッシュタグ atomic7 をつけてイラストをツイートしてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、お酒もそしてこれは差し入れっていうんですかね、うん、ありがとうございます。チェイサーとして飲みながらやっていきたいと思いますけれども、はい、いつも通り乾杯からいきたいと思います。はい、ということで、じゃあ皆さんももしよかったら乾杯しましょう。はい、はい、本当に途中でも全然買いに行っていいですからね、お酒はね、うん、じゃあじゃんけんで乾杯の温度を誰がするか、はい、やりますか、やりますか、はい、最初はグーじゃんけんぽい、お、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、はい、どっちか、ごめんなさい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 、すいません、ね、じゃあ決めてください。最初はグーじゃんけんぽい、おい、最初はグーじゃんけんぽい、うぃ、最初はグッチャキ、ほい、よし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 、さすが、よし、はい、実はですね、今日の衣装を決めたのは三浦さんなんですね。そうね、みんなスーツで行こうって、ね、衣装担当です。今日は飲みすぎ、まあ一回ですね、今日はね、飲みすぎても、まあ今日も飲んでもいいでしょう、いいでしょう、ね、いいでしょう、はい、じゃあ皆さん、ね、お手元 のお飲み物を持っていただいて、マジでそういう司会者みたいですね、いやー本当に本日は、ね、お集まりいただいてありがとうございます。アトミックモンキーアトミックセブン2周年ということで本当にめでたい、これも一人に皆さんのおかげでございます。というわけでね、もう早速僕はもう飲みたいので乾杯します乾杯乾杯乾杯。うまい、うまい、いや、このロックよね、え、暴走のロックが喜んで、ね、お客さんの前で飲む酒うまいね、うまいね、うまいね、いや、本当に
いやちょっとね、歌って喉乾いてたから染みますね。染みますね。染みますな。染みます。いや一息ついたね。ちょっと落ち着きましたね。言葉なくなってるよね。もう、 うわーっつって。わー、終わっちゃった感じがするけど、はい、まあ、ちょっとここからね、フリートークの時間に参りたいと思うんですけども、はい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 、まあ、先ほどもエトミックセブンの方でたくさん出ました、まあ、倉敷とか大阪の話をね、おこぼれ話みたいなのしていければなと思うんですけれども、うんうんうん、おこぼれ話、うん、でまず倉敷、倉敷でも結構話しましたよね。結構話した、ね、そうね、なんか話し足りないことあったかい。なんかあります、まあ、とりあえずあれだよね、うん、もうまずはふうみんお疲れ様ですっていう。あ、お疲れ様。そう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 、何よりも すいません、ありがとうございます。何よりも本当に何よりもね、あれでしょ、台本をふうみん書いたんでしょ。そうです、僕どっちも全部僕が書いて、そう今回そう出張版の台本全部ふうみんが、全部ふうみんが。そうなんですよ、なんかそうなんか向こうのスタッフさんから、うん、あのアトミックセブンさんでうちで何かやりませんかって来て、うん、何かお任せしますってなって、うん、え、どうしようってなって、え、じゃあ書くかってなって、うん、で書くことになりまして、いやすごいよ。そうです、もう本当この形式で書きました、ちゃんと。この今ね、あるこの、うん、ワードを書いて、ね、どうしたの。いや、ごめんなさい、なんでもないです。笑いが起きてます。メガネを変えた。メガネを変えただけ。あ、メガネ。おい、メガネ変えんなよ、急に。サイレントメガネチェンジがあったんですか、今。ゆえ、メガネ変えるときは。言ってください。言うほどのことでもない。一声かけたよ。一回聞いてからやで。そうだよ。メガネ変えさせてもらってもよろしいでしょうか。そう。礼儀マナーですよ。聞くほどのことなのか。ごめんなさいね。いや、すいませんでした。もう完全にもうこの会話終わっちゃって。すいません。びっくりするから。今、フーミンのターンやから。まあ後で土下座しないといけない。全然いいです。本当に土下座しないといけない。いやでも本当に ね、本当に頑張ってもらって、ね、だから余計にすごい緊張しちゃって。そうだね、めちゃくちゃ緊張してたもんな、ね、お前しっかりしなくちゃみたいな、ね、それがあのお昼の震え、震えすごかった。震えね、そうそう、本当に冷や汗もすごかった、ね、すごかったですよ、ね、だから小道具とかも全部自分で考えて、うん、あのどっちで用意、あのスタッフさんとの企画会議とかもして、なんかズーム で、うん、で向こうのスタッフさんとこう、でどちらこれはどちらが用意するかとか、うん、お茶碗はじゃ あの現地でとか、なんかじゃ そうそう、あのグッズはそのなんかぶどうとかは空港の方がありそうなので、うん、空港で買ってきますって話をしたんですよ、うん、はいはいはい、そしたら、うん、飛行機がちょっと遅れて到着して、うん、でバスがもう本当5分後に空港の外にあるバスから出ないと昼の部間に合わないってなって、うん、ダッシュやギリギリ、どうしようどうしようってみんな焦ってるじゃないですか、うん、で僕も僕で、え、買えないみたいな、物が買えない、小道具買えないっつって、きびだんご買えないってなって、うん、で慌ててその先に入ってたスタッフさんに、ちょっとこのこれとこれとこれ先に買っていただいていいですかみたいな、うん、だって僕は実は一人で割とパニック状態だったんですけど、ね、俺たち何もはしゃいで知らない、そうそう、教えられないから、ね、そうそうそう俺がおはようございますツイートしてる間になんか いろいろあったようです、ね、な、ね、大変だったみたいですね、はい、そんなことがありまして、いろいろあって、あと大阪では、うん、あの大阪ではっていうか、まあ、倉敷の夜、うん、終わった後から大阪にかけて、うん、まあ、これもちらっとね大阪の方の番組で話したんですけど、うん、まあ、もっとこう具体的にねどんだけ大変だったってことを、お、うんね、あのまず、終わってで、あのスペース、うんうん、ツイッターのスペースで、はいはいはい、まあ、ちょっと飲みながらお話しして、でそれぞれの部屋に戻り、うん、でもまあちょい合い部屋みたいな感じなんですよね、うん、あの3人部屋と2人部屋、はい、でじゃんけんで分けて、はいはいはい、で岩崎さんと僕とマネージャーさんの部屋、うん、と高橋さんと三浦さんの部屋、そうで、あのスペースをやってたのは3人部屋だったんですよ、うん、そうだね、で終わったら、うん、いやお疲れっつって、ね、それぞれの部屋に帰り、うんうん、うちの部屋の素晴らしさもうすぐ岩崎さんに見て、俺速攻寝たからね、マジで早かった。じゃあおやすみ、えらい、そう、うん、えらいよ。僕があのあシャワー入りますって言ってシャワー上げて、うん、出てきたらもう部屋暗くなってて寝てたんで、うん、俺はもう寝てたマジで、はい、20分後ぐらいに寝息立ててたんですよねそういい具合にお酒入ったから、そうそう、いい具合に寝れて疲れもあったから、そうそう、ちょうどいいね、ちょうどいいところね、まあ、まあ、おかげでうちの部屋は本当に全員すぐ寝ることができたんですけど、うんうんうん、そちらの2人部屋の方はね我々も状況わかんないんですけどそうなんです、いや、まあ、一旦部屋戻って、うん、と財布持とうぜ、そうだよね、財布持ってあの追加の酒を買いに行くって言ってましたね、すぐ買いに行って、うん、だって、はい、しょうがないじゃん ねだって飲みたいじゃん、飲みたいもん、でも俺が引いたのはコンビニに入るじゃん、うん、もうすぐ近くにコンビニあったんですけど、うん、コンビニで、まあでも軽くじゃん、うん、軽くだけど、あかっちゃん速攻ストゼロのロングリカンをもう持ってた、バカかお前、こう持ってんのよ、じゃあ大学生じゃん、しかもロング2巻はしかもストゼロじゃん、はい、本当にやばく、俺もちょい引いたもん、俺ですら缶ビール1巻の処方みたいな感じになって、
まあ、なんならその前にストゼロ1本飲んでる。そうそうそう、その前にね、スペースの際にはもうストゼロ1本飲んでんねん、るもんかましてるんです。かましたでも500日本行ってたもんね、うん、そうそうそう、マネージャーに止められたから、止められたね、そうそう明日ありますよって、うん、でもまあまあでもしょうがないかね、だってしょうがないか、すげえ楽しかったじゃん。すげえ楽しかった。結局その後2人部屋で、あの2人で、うん、あのなんかもう演技の話だったりとか、いろいろこう、ね、熱い話で、朝6時。うわ朝6時。え、その熱い話覚えてんの？全く覚えてないです。本当ね、彼はね、ひどいですよ。だからそれで、まあ、絶対朝入んないから、あのシャワー、うん。絶対もうね、ギリギリになるだろうから。あ、もう酔っちゃってね。そう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 。だ寝る前にもう、入っとけ入っとけ。押し込んだんで、やだやだやだめんどくさい、やだ、飲む飲むみたいなことで、めちゃくちゃめんどくせえじゃん。いやマジそんなめっちゃめんどくさいやん。あと多分20回ぐらい俺ごめんなさい言われた。え、酔うとごめんなさいって言うタイプなの？いやまこっちゃんほんとごめんね。よくない、よくないよ、ほんとごめんねって言いながら、言いながらめっちゃ飲んで、いやめっちゃ言いながら飲んでる。それは回るよ。そう、それ回るよ。結局ね、そう朝そう起こしてね。いやありがとう。お前がいなかった、翌日ほんまにごめんねの状態だった。いやマジでびっくりしましたよね。朝ロビーの集合の時。そう。なんか僕の2人部屋の人が来ませんみたいになって、うん、どうしたんだって言ってマネージャーさん先見てたら、三浦さんがやばいですみたいな。立てないですみたいな。そう。なんでマジで立てないのよ。もうフラフラでね。荷造りができないって言って、そうマジで。そうだったよ。そうだったんだ。起こしてさ、そうそうそう、うん、いやお前もう早くもうみんなも集まってから行こうぜとか言ってよ。いやもうなんなら朝の記憶ないそこまで。ロビーに屍が歩いてきたから。そうそうそ う, そう、うん、なんかあのキャリーケースに寄りかかりながらゴロゴロゴロって、ね、ロビーに登場しましたよ、ね、あの時体重20キロぐらいだったんだよ。軽かった、クラクラだと思う。キャリーケースよりもマジでワンチャンあるよ。いやマジで本当に申し訳ないけど一つも覚えてないこんなだよね。全部動画回しとってよかった。いや本当に、ね、でこれもスタッフさんが、まあ、割とねオフショット回してくれてたんですけど、うん、そうだね、これは回せないなみたいな、そう回せないタイプの酔っ払い方だなってなって、本当にダメな大人のやつだ。そうそう本当に反面教師、真っ白反面教師だよ。反面教師だよ。いやでもこれからもそうであってほしい。まあ、そうですね、そこは変わらずに、カッチャには変わらずいてほしい。で本番中はでも大丈夫だったんですよね。そう、本番中大阪のだけはマジでめちゃくちゃ元気で、もうそれ以外がなんか急にスイッチ入るよね。そう、そう、うん、ちゃんと喋れてました、ね、うん、まあ、腹立つわ、ね、なんなん、まあ、やっぱプロお前よう言うなお前本当に拍手甘やかさないでください。甘やかさないでください。甘やかさないで、甘やかしてるよ。甘やかさないでいいよね。よくない。いやいやいや、ほんまに見せたかった、その本当に、本当にちゃんとあれがプロですかっていう。本当にね、プロは、プロは飲まないからね、その店のね。そんなになるまでね。いや飲んだとしてもあんな飲み方しないよ。しないよね。要介護状態でした。いや本当だよ。で終わってからもタクシーに乗って、まあ、新大阪の駅の方まで行ったんですけど、まあ我々演者とスタッフさんで2台乗って帰って、うん、はい、まあ、僕たちのタクシーは演者だけ で、うん、で前の席、補助席に、補助席っていうんですか、あの隣の席に、助手席に岩崎さん、補助席、補助席、バスのこうバタンってやるやつですよ、補助席は。ごめんなさい、助手席ね、助手席、助手席、助手席に岩崎さんがいて、はい、で岩崎さんはなんかタクシードライバーの方とね、割と結構お話されてて、まあ、地元の大阪ってことで、ね、はいはい、たあいもない話を、はい、そうです、うん、してて、で三浦さん、うん、僕高橋さんだったんですけど、うん、で三浦さんがちょっとなんか もうずっと具合悪そうです、本番終わってからずっとこうやってて、なんかたまになんかしゃっくり、そう、ほんとこんな感じで、マジで、たまにしゃっくりなのか、もう言ってんのか分かんない、言ってんのか、なんかみたいな、何かがこみ上げてくる。やめなさい、あの声が隣から聞こえて大丈夫かなって思ってて、こっから高速乗るけど大丈夫かなと思って、カボカボみたいな、でそしたらなんかやばいかもやばいかもって、なんかちっちゃい声でずっと言ってて、あのなんなら俺それも覚えてないのあんまり、そうそう、ほんまに顔がなんか白じゃなくて真っ黄色になってきて肝臓やってる人そうそう、肝臓やってる人が熱くなってきて、三浦さん大丈夫ですかみたいな、見すぎやろ、じゃあ窓を開けてもら、あの開けてもらえますかって言って、そう、うん、頼む頼むっつって、窓開けてくださいってバーってなってずっとしてた、あやばい吐くかもみたいな、ほんまかもしれない、俺隣に座ってるからマジでやめてくれみたいな高速だぞしかも降りらんないと思って、で横見たら高橋さんめっちゃ寝てるし、うん、僕は寝てました、めちゃめちゃ寝てるし、うん、眠かったで、なんとかねこらえて、いやそうそう、着いたね、
着きましたね。やばかった、着いた時も。いや本当に吐くかと思って。いや本当、朝と同じ状態になってる。そうそうそう、戻ってました、ね、あれ、その時の記憶はある。大阪駅の記憶あるわ。ああよかったよかった、その時の記憶あるね。あ、しんどかったな。なんか申し訳なくなったもん。なんかもうぜってこう言った時の責任を感じ、責任をちょっと感じちゃって。それは感じなくていいね、全部俺が悪いから。じゃあまたごめんなさい言い出すから。そう、言い出しちゃうから、ごめんねごめんね。まあでも懲りずにまたね。ね、どうせどんどん飲んでいいんですよ、うん、繰り返すよ。どうせ繰り返す。だって楽しいんだもん。開きだよ、ね、楽しいんだ。こんな状態が初めてじゃないからね。初めてじゃない。感謝しないとね、どういうこと。で新大阪の駅でね、まあ、軽くちょっとだけまあちっちゃい打ち上げみたいなのをして、うんうん、でその時も三浦さんこんな状態なんで、うん、ザルそばを食うっていう、なんか腹に入れとけ、そうそうそう、腹に入れとけ、腹に入れとけって言われて、居酒屋みたいなとこ入ってね、なんかそう居酒屋みたいなとこ入って、入って、はい、なんか8人でみたいなね、お刺身が出てくるような居酒屋だったね、お魚メインの、ね、なんだけどなぜか来たものが全部茶色くて、そうそう、唐揚げとかね、全員ね本当に三浦さんの気持ちなんて全く考えないから、揚げ物ばっか頼んで、目の前に油の匂いがすんのよ、すごい。あっちゃんにとっては地獄だよね。そう、俺にとっては地獄だったもんね。なんでこいつらこんな元気なんだろう。気を使ってこの目に見せどれが食べれるって。そうそう、ザルそばかーっつって、ザルそばあっちって言うから、ザルそば一本ずつ食うんだろう。そうそうそう、あれまとめて食えないの。食えないもんね、一本ずつ。すする、一本ずつすする。音がチュルルだ、すごいもん。なんでそんなことになるのよ。そんな本当にカニの食べ方やね。そのチュルチュルチュルつって、カニが食べるってやつ。るね、こうやってね。そう、なんかもうかっちゃんに全部持ってかれたね。いやすごい、もう本当だから、ね、放送外のところはもう大主役ですよね。いや大主役、話題を全部かっさらっていった、ね、かっさらと。本当面白かった。いや本人マジだからさ。マジだね、うん、そうマジだったね。本人マジだから、だから困るのよ、うん、そうそうそう、マジだから困る。変にいじれねえし。その時に変にいじれなくて、本当にあの気を使わせて申し訳ございませんでしょ。申し訳ございません。全然大丈夫、全然大丈夫、本当に面白ければ何でもいいのよ。でもよかった、無事にね。いやね、無事帰れたんで。でも近々一回健康診断やったんとこがいい。一旦見る。いや心配になりますね、あの飲み方はちょっとやっぱ。そうね、あのもう一回もしかしたら受け継ぐかもしれない。D を、 D を、 D 判定、 D の意思を。可能性はある、可能性ある。一旦ストゼロはやめよう。やめよう、そうっすね。ストゼロは3本にしよう。違う違う違う、やめようっつって。やめよう。え、お前本数じゃないの。本数じゃない、本数じゃない、うん、しかも1本しか減ってねえし。確かに。反省した。反省してないよね。反省しまーす。おーい、うわ、なんかスノーボーダーみたい。スノボのやつ。いたな、そんなスノーボーダー。いいね、いいね。今すぐこのテーブルの時で相撲しよう。相撲好きだな。相撲だ、もう。じゃあすいません、ちょっと、うん、いや、これまた結構、結構出してもらうの。ほら、コメントの方でも、はい、あの、みんな心配してますよ、お体に気をつけてとか。心配させちゃダメだよね、普通にね。普通に良くない、それ。元気でいてほしいから、そうだね、三浦さんには。ちょっと健康的な生活しますよ、ね、面白かったです、はい、かっちゃんのトークだけでこんなに進んでしまったよ、はいね、申し訳ないよ、なんか。いやまあ本当にそんなことがありましたね、はい、ありましたありました、はい、ということで本日はですね、はい、うん、会場に集まっていただいた皆さんから普通おたメッセージをいただいておりますということで、そちらを紹介していきたいと思います。皆さんありがとうございます。書いてくださったんですね。はいはい、あ、ね、いただいてありがとうございます、ね、皆さん飲んでくださいね、飲んで食べて、はい、でこれを読んでいきますか。はい、では岩崎さんからお願いします。はい、はい、じゃあいきましょう、ポンちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、田中さん、三浦さん、高橋さん、岩崎さん、こんばんは。こんばんは。歌舞伎町での夜会とでも楽しみにお待ちしておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。また、先日は倉敷&奄美での出張版お疲れ様でした。ありがとうございます。現地へ参加させていただいたのですが、まさに修学旅行の2日間本当に楽しかったです。いや今回の出張版は岡山大阪でしたが、次回出張版がある際に皆さんが行きたい場所はどこでしょうか。今回の裏話もたくさんお聞きできることを楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。次回行きたいところね、うんうんうん、と言ってる間に、はい、これは差し入れの来ましたね。出た、前回に引き続きありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃお腹すい、ね、フードの方が、ね、今回ちゃんとお腹空かしてきましたから、うん、ね。そう、前回はちょっとね、そうそう、こんなに来るものかっていう、そう、びっくりした、びっくりしたから、ね、ちゃんと食べてきたね。食べつつ、はい、食べつついきますよ。次行きたいところ、その有吉さんの方から、うん、まあちらっとね、前もお話しましたけど、またどんどんちょっと来てくださいって言ってくださったので、ね、ありがたいですよ。どこ行ってましたっけ？札幌？そう、札幌、札幌行きたいね、札幌、北海道、そう、北海道とか、あと仙台もとか、あ、いいね仙台、いいね。
そうそう、いっぱいにアリオさんの系列いっぱいありますから、うん、ね、もう何食べるかしか。そうだね、そうだね、観光みたいな。札幌だったらでも味噌ラーメンじゃん。味噌とかね、札幌って味噌でしょ。味噌ラーメン食べたいな。ジンギスカン、ジンギスカンいいですよ。ジンギスカン、ジンギスカン食いて。あとホッケを生で食べたいよね。ああ、あるんですよ、北海道生ホッケ。刺身、生ホッケ刺身が、うん、めちゃめちゃうまいらしいぜ。うまそう。なかなかこっちじゃ食べれない。だからそういう意味では北海道に行きたいかな。北海道いいっすね。北海道に行きたいかな。もっと西の方とかも行きたいですけどね。そうだね。九州とか。九州、九州。九州行きたい。行ったことない。うん。沖縄もいい。沖縄、沖縄行く。沖縄ってあんのかな。ありますかね。あるのかな。立ててもらえますか。立てよう、立てよう。そうだね。立てていただいて、マイクラぐらいの軽い気持ちで立てて。マインクラフトぐらいの、マイクラぐらいのね、丸石でね、いや行きたいですね、はい、本当にいろんなところに、うん、ね、皆さん来てくれますかね、その行ったら。いいとも。あ、はい、アルタ、アルタのやつ。ありがとうございます。うまい。これ毎回うまいっすよね。前回もめちゃめちゃうまかったんで。最高だわ。これさ、日曜日はオフレコでお願いしますのやつもさ、はい、ポテトの塩加減めっちゃいいやつや。あれ抜群だ。あ、出た。これテンション上がるやつですね。テンション上がる。俺がなんか60、もっとだっけ、もっと高かったっけ、あれ。わからん、わからん、わからん。覚えてない。このポテト、あの一時期、今持ってるのかな、ローソンのポテトに似てる、すごく。わかる、わかる人います。わかる人、ローソンにポテトあったのが美味しかった。ローソンのポテトね。急に元気なくなった話ね。自信なくなった、自信なくなっちゃったけど、うんうん、はい、ということで、まだまだ普通を紹介していきましょう、はい、ね、皆さんが今日書いてくれたってことなんですかね。残り、はい、すごい、ありがたい。じゃあ、うん、いきます。任命のさんからいただきました、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。前回の有観客開催に参加しました、スカートから伸びる足が女の私よりも全員綺麗なんじゃないかと思いました、スタイルキープにこれをやっているなどありますか。特に三浦さんに伺いたいです。じゃあ YouTube で拝見した三浦さんには聞きたい、うん、そうだね、一番聞いちゃいけない人だよ俺は。えスタイルキープ、美のカリスマとしてそうでしょ、アトミックセブンの美のカリスマですから。まあ、やっぱり自分の食べたいものをまず食べることっていうのが重要だなって思うわけですよ。逆パターンね、逆張りのやつね。なんかその我慢してストレス溜めるより、やっぱり食べたいもの食べて、うん、ストレス発散して、あと運動、うん、していこう、みんなレッツダイエット。口調はアンミカなんですね。口調はアンミカで、ちょっと分かってくれた、ね、ちょっと分かってくれた、ありがとう、うん、いや、ありがとうございます。いい ね、 ね、結局何、結局食べていいの。いや結局はなんかストレスためないことと、マジで運動がすごい大事だなって思った。運動か、運動大事よね。え、運動なんかしてんの。いや運動ね、そうだから俺全然 してなかった人だから、うん、はいはい、健康的になろうと思って、この間ね、うん、自分ちにあるダンベルをさ、うん、こう持ったんよ、うんうん、ダンベルを持った、筋トレしようとしてダンベル持ったら背中いくっていう、うん、ちょっと怖い、ちょっと待って、何キロのダンベル持った。あの10キロ。まあ、まあ重いな。いやいいよ、そう重いわ。2キロから始めよう、うん、なんかまあいけるかなと思って持ったらさ、背中いっちゃってさ、うん、そう、いっちゃってる。ウォーミングアップから始めよう、みんな。いっちゃってる。ウォーミングアップが、何、お前マジでやめろ、思いついた言葉言うんじゃない。うるせえ、とがめられて、マイクが目の前にあるから。拾っちゃうから、全部拾っちゃってる。拾っちゃってる。うるせえ。だから、まあ、ストレスをためないことと、ためないことと運動です、運動が大事だよってことです、ね、とても大事ですね。いや、ありがとうございます。三浦さん、ありがとうございました。三浦さん、お願いします。はい、ハニーさんからいただきました、ありがとうございま す。アトミックセブンの皆さん、ごめんなさいね。何どうした、アトミックセブンの皆さん、こんばんは。私は今月アトミックセブンの皆さんを知りファンになり、本日初めてお友達を誘ってイベントに参加いたしました。おお、すごい、ありがとうございます。いらっしゃるということで、ありがとうございます。いるんだね。有観客でのイベントに参加できてとっても嬉しいです。じゃこそ、はい、早速ですが質問です。はい、私は最近香水集めにハマっているのですが、皆さんの好きな香りは何ですか、うん、参考にさせていただければと思います、ということでございます。なるほど。香水つけますか、皆さん。香水はまあ、ないな、はい、前はちょっと一時期つけてた時ありますけど、うん、なんか自分の好きな匂いとかってのは特に侍のアランドロンってやつが好きでした。あー、なんか高校生とかの、ね、うん、みんなつけてたな。です。なんか、ふみよ、僕は爽やか系ですかね。爽やか系、さっぱりした、うんうん、なんか、これもちょっとトラウマがあって、高校生の時に、トラウマ、え、なんですか、
トラウマ？そうそう、トラウマがあって。君はすぐトラウマだよね。負の感情が強い。なんかその高校生の時にね、みんなの真似して香水を使い始めたんですけど、うん、なんかあのブルガリのブラックって香水買って、うんうん、死ぬほどつけて学校行ったら、お前クソって言われて。死ぬほどつけてるもん。そう、死ぬほどなんか使い方わかんないから、なんかシュ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 みたいな感じで、なんか結構いったね。ブルガリのブラックってすごい匂いなんですよ。なんか割と強烈な匂いだから、つけていったらなんかバスでもなんかちょっとなんか変ななんか気まずい空気だったんですよね。なんかよくわかんないけど、で学校着いたらなんかえ臭くないみたいな、つけすぎつけすぎって言われて、そっから爽やかな匂いにチェンジしました。なるほどね。そう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 。つける量は変わらないの？つける量はあの少なくしました。本当ワンプッシュだけにしました。皆さんどうですか？なんか好きな香り。いや香水かわかんないけど、うん、ライジングウェーブっていう。ライジングウェーブ。ライジングウェーブ。なんでここにあるんだけど。おえ？え？すごい。そんななんであるんですか？案件かよ。これライジングウェーブしか書いてないわ。それは何ですか？香水ってことですか？これなんか多分香水かな。どんな匂いするの？ほんまにこんな匂いする。ちょ、ほんなんでか嫌がられた。こんな匂いします。まあ自家スーツ。あ、いい、いい匂い、いいでしょ。あ、いい、これめちゃくちゃいい匂いだ。これいい、これいいわ。結果良かった。これいい、ほら、ほら、え、でもこの辺いい匂いします。この辺いい匂いする。全然匂いが。ああ、最後まで来た。いい匂い、爽やか。いいですね、爽やかで。はい。めっちゃいい匂いですよ。これすごい気に入って使ってる。健康っぽい感じ。もうライジングウェイ。ライジングウェイ、ね、おすすめです。おすすめです。おすすめです。めちゃくちゃいいです。俺は今日トラジックコメディってやつをつけてきました。うわ、すごい。悲劇と喜劇。そう。もらったやつ。それってえ？何？あのヒプマイが出してるやつ。ああ、はいはいはい。そうそうそう。キャラクターのさっき楽屋で楽屋でつけてたやつ。そう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 。ああ、いい匂いでしたね。ね。あれか、あれいい匂いなの。そう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 。いい匂いなんですよね。はい、それです。それです。ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あともう一つだけ紹介しましょうか。はい、矢崎さんお願いします。おはい。ちょうど食っちゃう。ごめんなさい。めちゃくちゃ食ってる。全然食べながら。枝豆でびちょびちょなんですよ。汁がちょっとね。はい、純香さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ふみるん、みゆに、まこりん、岩崎さん、アシスタントの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。最近いろんな世代の話題に何気についていけることが多く、私年齢詐称してないとよく思っています。また見た目年齢も詐欺っている気がします。かっこ笑い。皆さんは年齢とのギャップを感じたエピソードはありますか？年齢とのギャップ。ギャップか。ジェネレーションギャップってこと？いや、年齢、年齢とのギャップ。自分はこの年齢だけどそうは見えないみたいな。とかそのなんか実際よりすごい若、なんか同年代の同級生と比べて、はいはい、たまにあるじゃないですか。なんか久しぶりに同級生あるとなんかえ結構おじさんだなみたいな。あるいう話よく聞きますよね。あるある聞くし実際そう思ったし、うんうん、思った。あーもう だいぶあれなんだね。世間ではね、だいぶあれ、だいぶあれだいぶあるんだねってのはある。うん、確かに。結構どっちその年齢よりみんな若く見えられるみたいな。あどうだろう。でも見えられる俺は。うん、なんか見えられる。あんまなんか自分から見られるよね。なんかね、いや不服ですよやっぱり。あ、不服なの。不服です僕。ちゃんと上に見られたいんですね。上見られたいです僕。ちゃなんかさ、ちゃんとした年の取り方をしてるように見られたよね。あ、確かに。なんかさ、そうみたいな。年齢もさ、年齢いってるけど中身が伴ってないからさ、なんか若く見えられるっていうのはなんかあの成長してないみたいな。あ、それ中身の問題ってこと？見た目とかではなくて。見た目自分がね、なんか。そう、なんかこの行動もね、伴って、だいたいなんか俺も26歳ぐらいかなっていう。わけえな。見られたりとか。わけえよ、それぐらいないか。めちゃくちゃわけえじゃん。行き過ぎてるかな。いやでも結構さ、なんかその、そうそうそう、だから10歳ぐらい下の、ね、あの声優さんと、ほぼなんかためみたいな感じの、それで、みたいな。そんなに上だったんですかみたいな。でも言われる。あるよね、でも。岩崎さんでもすごいあると思う。すごい若いと思う。だからトーク内容もめちゃめちゃ浅いから。いやそんなことない。本来36歳だったらもっと考えた、もっとなんかあなるほどみたいなことをと思ったら素晴らしいです。ねえ、なんかもう宇宙みたいなこと言ってるから。宇宙トークですね。なんか雑な単語だけでなんとか切り抜けようみたいな。宇宙宇宙あっさ。ねそう。でも拍手が起きてるから。ありがとうございます。岩崎さんそれでいいんですよ、ね。それでいいんですよ、ね。それがいいんですよ。岩崎さんは。めっちゃ甘やかされてる感があるよね。大丈夫かな。いいよ。怒られるよりかいいよ。まあね。ありがとうございます。皆さんにね。
ありがとうございます。まあ、だからこういう職業してるとね、割と若く見られることが多いですね。そうだね。まあ、やっぱ なんやかんや気使うもんね。なんかその若さを保つためにみたいなのはあると思う。やっぱりまた美容の話ですね。あ、またストレスをためない、まあ、ストレスをためないことと、まあ、運動することと、あとね、流行りのものをねチェックすることかね。みんなちゃんと情報、今のうちポテト食おうぜ。あんたちょっとポテトはダメよ、ポテトダメよ。美味しいからね。ポテトはダメよ。いいに決まってんだろお前。ポテト、あんた本当にポテト好きなの？走る、大好きだよ。じゃあいいわ。いや誰誰だったの？アンミカさんでもなかったし、分かんなくなっちゃった。途中でね、分かんなくなっちゃった。おかわり頼む。おかわり頼みましょうか、うん、ハイボールを 1,2,3,4、うん、4つで、ハイボール4つお願いします。はい、ということでですね、たくさんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。いつもの配信でもメールを募集しておりますので、はい、どしどし送ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。アトミックモンキー。